もう、なんでそんなとこにワイバーン出てくるんじゃ。なんだそれ、ボイって。あれ、サワラの神にってことだったの。マジこれ大丈夫かな。いや、これこんなことしてたら死ぬ気がするな。朝とりあえずこれだな。竜は氷に弱い。もう古の習わしだ。お魚くわえたドラ猫追っかけて、裸足で駆けてく陽気なサザエさん。みんなが笑ってる、お日様も笑ってる。ルールルルルル、今日もいい天気。子供を集め広場で草野球、打っても投げても元気なサザエさん。みんなが笑ってる、青空も笑ってる。ルールルルルル、しようと町まで出かけたが、財布を忘れて。みんなでここまで来たわ。みんなでハピードラゴンが登場し、ワイバーンが現れたところですね。相変わらずこの細い階段で渋滞が起きるわ。で、今回はかなり順調で一人も欠けることなくここまで来ています。あれ、回復アイテムないのか。まあいいか。パピードラゴン突っ込んでくるのかな。勘弁してほしいな。やべ、というかやんなきゃいけない、今日一日やんなきゃいけないことあった。で、ブラッドボーンは体力1にして麻痺にしてあります。かなりいいでしょう。ガロッシュは閉じ込められてる。で、ヘルスナイパーは体力2にして今しびれてるから、もうかなりいい、かなりいいと思う。おー、ヘル、ワイバーン来る。ワイバーン経験値の塊だからな。美味しいは美味しいんだけど、まあまあ強いからね。てか今死にかけたな、ゼロ。今さらっとスルーしたけど、今普通に死んでた。何やってんだこいつ。グドンだ、グドン。これ回復できる？よしよし、回復してあげないと。危ねえからよ、ちゃんと回復して。じゃあ一応ループは仕事終わりだよな、これ。あとはパーピードラゴンを退治、正面から潰し合いだけ。これ正解が分かんねん、ルートの正解が分かんねんだよな。ここか？いや違うだろうな。ああ、まあいいや。じゃあここら辺立たせとくか。ここら辺立たせとく。いける？おお、いけてるいけてるいけてる、いいね。どう？まあいいか。じゃあ
次の便で来てもらうことにして。ダビデがパーピードラゴンと相対するの格好。ああもう先手必勝だ。息のように止めれるんだったら止めていいぞ。マジでやりやがった。マジでやりやがったこいつ。なんなんだこの化け物は。モンスターじゃないか。やばすぎるダビデ。ドラゴンキラーの名をあげるわこいつに。強すぎない。まあいいけど、まあいいんだけど、強いことには越したことないんだけどさ。ただ強すぎるのはいかがなものかっていう感じだな。さあペンコ、よーし、よし、まずは一体。あーこっか、まあいいか、よし、まずは一体。見えないんだよな、ペンコに。もう画面が打ち震えてる。勝利の美酒に打ち震えてるこいつ。敵が見えないんだよな、ペンコの時。カメラワーク失敗してるよな明らかに。やめろペンコ。よしよしよし、ペンコだけはやめてくれ、頼む。ペンコだけは頼む。おお、パピードラゴンが倒されてもやっぱワイバーンは来るんだ。あれ、ウルドを取り残された。まあいいか。あそこはアーチャーが邪魔だな。アーチャーというかスナイパーか。スナイパーというか、あ、いいのか、スナイパーか。あいつさえいなくなればなんてことないと思うんだけど。これ一応いけんのか。いけなくはないんだ。ああ、いけるんだ。はいはいはい。こっちから降りられるっぽいな。こっちから行くか。ああ、降りられるね。ちょっと翼くんじゃって、ループさんここで待機しようか。うわ、登れないんだ、そもそも。しまった。あ、いたたたたたた。もう仕方ない。とりあえず全員で。いつでも行けるで体制にしとこう。で、行ける連中はもうガンガン先に進むという感じで。よしよしよし。これ行けるでしょ。サイレントキル見せてくれ。シャドウエッジ、まあ悪くない。一撃は無理でも。オッケーオッケー。幻に包まれた。幻に包まれての効果発揮したことないんだよな、まだ未だに。やれることはないな正直。とりあえずここら辺で待機させて、次もう一気に行くでにしとくか。ペンちゃん、ペンちゃんちょっとここで。OK。それ打ち返してくるよな。よかった。会心の一撃じゃないだけよかった。これ前回のループさんの二の舞になるんじゃないこれ。やめろよ。やめてくれ、やめて。あぶねー、あぶねー。いやこれあと2回、あと1回じゃ足りないんだよな。うわー怖え。まあ大丈夫だと思うけどね。まあ大丈夫だと思う。まだ大丈夫。いやこの状況でペンコ狙ってくるスナイパーはマジで大人げないよな。一人でも多くね、被害を少しでもって、こう HIV に感染したからいろんな人とセックスしようみたいな最悪の考え方だ。あいつ殺さなきゃいけない。ああ、ちょっと待ってくれ。ダビデ、ダビデがまずいことになってないか。あれダビデまずくない、あれ。帰ってこれないダビデ。これはやられた。ダビデ失敗したな。やられたってことはないんだけどさ、俺がやってんだけど。だけどこんぐらいから魔法スパークレベル3届かない。届くけど、ああ、なるほど、悪くない悪くない。打っとけ打っとけ。さあ生きてるだろ、ピンピンしろ。
おお、ブラッドボーンに特攻だこれ。うわー、ヘルスナイパーにも。こりゃすげえ、こりゃすげえぞ新鉄士。伸びるね、伸び率がいい。よしよしよし、素晴らしい素晴らしい。取り囲もう、こいつは取り囲む必要がある。届くかな。あー届かないか。うーん仕方ない。あ魔法なら届いてたか。いやまあいいか。うーんとりあえずワイバーン倒そう。ダビデはこれで終了だ。よーし、多分これで仕事終わりで、スナイパーをゼロが仕留める。よいしょ、オッケーオッケー。回復間に合わねえもんな、無理だよな、あそこじゃ。おおおお、無理だな。終わったか。ああでもまあ斧を装備しなくてよかったね。これアシッドブレスじゃなければいけるな。なんで2回行動すんだよ、先にペンコだろうが。ちくしょう、あー腹立つこいつ。今度はサポートがあだになったか。サポートのせいで多分ターンが少し微妙にずれてしまった。そう、まあいいや、まあいいや。おダビデ生きた、ダビデが生き残るレザーシフト。よしよし、あーペンコ畜生マジで悔しい、悔しいなペンコ。ホムライ合戦なのに。スナイパー厄介だよな、ほんと。ひさささ出る。パニックブロー。これ誰かがいい感じに攻撃したら残ったりしないかな。これ多分ループは多分倒しちゃう。キャンベルも倒しちゃう。あ、違う違う違う、ごめんごめん、もうペンコはいないんだった、すまない。ペンコがいるもんだと思って喋ってた今。悲しすぎる、殺せこいつを。お前いつになったら必殺技覚えるんだろうな、いい加減しろお前。かたくなに覚えようとしないな必殺技。ダビデを回復、ガロッシュの癒しの雫。髪の毛を、あ似てるこの二人、いい二人だ。ゼロ倒しちゃっていいよそれ、遅いよ遅いってさ。まあまあの威力、混乱してるけど、混乱してるけど普通に攻撃してくるんだ、危ねえな。あーてか洞窟行ってみないと、何やってんだこいつ。アシッドブレスやめてくれ、やめてくれ。このなんとかボーンは完全にもうアーサーに任せるとして、長ったらしいね。いや悪いことではないと思うけどさ、まあ長ったらしいな。まあいいんじゃない。まあどうせまた戦線離脱するのって言われるんだろうな、ループが行こうとすると。次の便で来てもらおう、みんな
ダビデにもじゃあ洞窟行ってもらうとして、アーサーにとりあえずこいつは倒してもらわないとね。ドゥンドゥデドゥデドゥンドゥデ、よーし。でガロッシュにヒドラを倒してもらって、順調順調で、ゼロに洞窟を探検してきてもらおう。わあ、ないんだっけ何も。誰か回復してあげて、ゼロ。何やってんだこいつは。いやもうそこまでしか来ないんだったらいらないじゃない。なんかそのだから見せたいんだろうな、このスパロボでいうさ、青軍でも赤軍でもなく黄色軍がやれるんだよ、俺たち黄色軍作れるんだよってとこ見せたいんだろうな。余計だな本当に。わー何にもないじゃん回復アイテム。どうしよう、なんかあったっけ。おお、あるある、ヤシの雫。うんうん、十分十分、全回復と言ってもいいわ。差し支えないレベルだ、怒られると思う。じゃあ行ってもらって、何があるかな洞窟の中。ブッブーって、いってらっしゃい。さあこれでみんな、ペンコはいないんだった、ペンコがいない寂しさやばいな、マジでペンコのいない寂しさやばいな。あ、敵がいるわけじゃないのか。宝箱あるだけなんだね。だったら別に感がすごいよね。だったら別にそんなみんなして張り切っていくほどのことではないのかな。けど乗れる？そのエレベーター乗れないか。うわやべ、やられた、このエレベーター罠だ。マジ？とりあえず乗り込もう。で、でも大丈夫。オーラが使えるでしょ。オーラレベル2は一気に回復。みんな、頑張れ。頑張れ。よし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 。覚えておきましょう。乗り込んでやるからね。一発撃っとこう。強すぎるガロッシュ。ついにガロッシュも最後の技ドレインアローを覚えた。やっぱ来たか、来るとは思ったわ。あれでも威力の低い魔法しか使ってこないな。今までの敵がなんか異常だったよな。スパークとか、スパーク連発されたのあれマジで、いやおかしかったよあれ。ここに来て修正するんだな、意味不明だぞ。なんで後半に進むにつれて難易度を下げちゃうの、逆だろ。まそんなことはいいとして、じゃあここ2人に任せていいや。ゼロは帰ろう、あとはお若いお二人でごゆるりと。おお来たー、精鋭4名が上がっていったぞ。終わりだなお前ら。ペンタグラム、どどど。これ問題だなー、斧でしょ相手が。ダンタルス特攻でしょ、結構きついんじゃないか。まあそんなこともねえか、言って大丈夫なパターンだろうな。
いやこれアーサーに来たらでもやっぱさすがにきついんじゃないか。いやアーサーいい攻撃力マジゴミだな。どうしてっていうぐらい弱いなアーサー。お呪文を使わせなくなる。めちゃくちゃ強い、めちゃくちゃ強いけどカウンターすんなよ。おおいいね、よーし、そう来なくちゃ、そう来なくちゃね。いって一方その頃はこれ何なんこのターン、なんだこれ、なんだこれ。よしアイテム回収するぞ。ドラゴンロット、うーんロットオブドラゴン、どんな効果だろう。こっちはメスクリンメイス、メイスか、どっちもいらないな正直。ということで倒そう、最後は誰か決めようか。あゼロだ、一応キャンベルで決めれるなら決めていいよ。いや余裕だよな、ナイス、お疲れさん。いやー長かった、手強い火山だ、うん手強かった。なんだこいつ、うわ上がってき、競り上がってきたし、いらねえよその演出。うんじゃあドミネートはデストニアに戻れよ。そう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 、うんいや放置という意味ではないんだけどさ、翼が多分大丈夫だよ、翼が勝ち取ってくれると思うけどな。帰るにしろ進むにしろ洞窟の外には敵は待ちます。なるほどね、あうまいこと言いくるないでる気がするな。これはまだ戦闘続くの、もういいってしつこいわさすがに。なんや誰や、おもういいよ、捨て身の攻撃で我々の信号喪失ですよ。いや全然余裕よこれ、全軍戦闘指示よりさ、待てん、おデスエルンしたより中止命令だ。あれデスエルン、アロガントと一緒に行ってたデスエルン、連戦はこれで終わりかじゃん。翼に感謝する。ってことはアルカンと翼の手に落ちたか。すぐにも夜叉が現れよ。翼軍の攻勢で占領軍が、そのアルカンと様の身にも、アルカンとは死んだなさてはじゃ。夜叉これに、あ、夜叉来た。うん、報告せや。あーやられたんだ。ってことはダンタレスもやられたな。ダンタレスも負傷してるはずだ。多分ブーザム教の操る古代の巨大な戦士を翼軍に破られ、これがすごい話だよな。新戦士という古代の兵器は無敵ではなかったのか。それがしも想像のつかん戦法、ダムを破壊し水の力を利用してパルシス、手強い軍師でございます、うん、パルシスって聞いたことある、バンリーの頂上にいたんだよ、うんうん、やはりコムラード、うんなるほど、グラビアストリッチ、じゃあ俺らストリッチに行くわけだ。
サラバンドを失ったやつにとってはアスピア川柳以外に残るんじゃない。ストイチに向かう。うん、そうだね。グラビーをとっちめて、それからアスピアか。ん？どこ行くの？そこに何があるの？一心不乱に向かってったけど。わあ、ちゃんと休憩室。どこだこれ？戦いたくないよな。うん、その通り、その通りよ。まさにまさにその通り。侵略してそれがまた潰されたわけだから。うん、問題はそこよね。自分が王子であるっていうことよ。王子じゃなくて族軍だったらさ、別に普通に翼軍に付き合いいわけだけど、そうもいかないわけよね。弔い合戦には参戦しないと義理が立たないわけ。もうこれは王族じゃなくてもそうでしょ。ヤクザでも同じ。キャンベルいいこと言うな。その通りだな。皇帝はアルガント王子の企みを知っててあえて誘拐を実行させたんだ。うん、俺もそう思うよ。みんなしてなんか人のふんどしをなんか回し履きしてるな。誰かがスッと全部喋ってくれよ。共和国侵攻の口実を作る絶好の機会だと誘拐計画を強いながら実行させた。そうね。そういうことだね。レインブラッドがいれば誘拐なくされないだろうしね。もしは王子も誘拐について疑っておいておいでではなかったのですか。どう、質問がね、もう何なんそのなんか反対の反対は賛成ですかみたいな、なんかちょっとよくわからん。疑っておいでではなかった。いやいやいや、疑ってたよ、疑ってた。あー、いや違うって。だからもうな、俺お前聞き方が悪いや、バカな。バカと会話すると疲れるな、ほんと。スッと聞け、スッと。皇帝を疑ってかかる主らの発言が信じる王子をどんなに傷つけようか、軽装だったわけなんで。そういうことじゃないよ、別に。いやもう、もう意味がわからんわ。もう知らんわ、知らん。もうとりあえずはい連打しよう。じゃあ難しく喋ろうとするな、バカが。わかりやすく言えば、わかりやすく。みんなが自分の頭の中見えてると思って喋りやがったこいつは。じゃあアイテム預けよう。アイテム、おお、すごいなこれ。ドラゴンのヘルドラゴン召喚できるようになるよ。やばくね。うわ、これはやばいな、マジで。俺もついにヘルドラゴンを召喚できるようになったな。これはメスクリンメイス。昔それを持ってたやつを知ってたな。よし行こうか。ん？なんか今、あ、これ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 預けよう。でみんなもちょっと持ち物、あー、まあいいか。よし行こう。ここは、あれ、ここは、あら、これ知ってるぞ。
なんだっけ、あーなんだっけ、あこれストリッチじゃないの、まさにここストリッチだよね、ここら辺でペンペンにあった気がする、あってなかったっけ、まあいいや、探索も全て次回にします、宿とか探索も宿じゃねえや、まあいいや、まあいいや、よし、とにかく、次回、ストーリー次から次からやっていきたいなと思います。あーペンコ、ちょっと待ってくれ、ペンコ行こう、ペンコ、ペンコの旅を終わらせるわけにはいかない、お疲れ様でした、こんにちは。じゃあ続きからやっていきましょう、もうほんと引き続きという感じですけど、休みの日にねやっぱりがっつりこう収録しておかないと後で大変な目に遭うからね。意外にアイテムないのかもしれないな。自給自足ね、一回そういう生活もしてみたいなとは思うけど、やっぱりコンビニとかの便利さにはかなわないよな。多分反動ってあると思うんだよ、便利な生活を送ってきた人たちが、いや自給自足してみたいなって思う時もあるだろうし、なんだこのチビ、なんだこいつ、なんだこいつ、あ左奥も気になるけどこいつも気になるな、何これ、パペッツ、かわいい男の子か、私のババ様は占い師なのです、あなたは世界にとって必要な方だとか、あなたをお守りに来ました、私には自分が仕留めたモンスターのみ意のままに動かす能力があるのです。へえ、あうなずいた、魔物使い、私は最大3体のモンスターを軍に加えることが可能なのです。いやお前さっきの洞窟で来いよ、さっきの洞窟で来るべきだろう、いないし、いろいろ気になる、なんだ今の魔物使い動物、いや俺ちょうどあの、うわー誰、絵師、いやもうこれ絶対さ、宇野間さんってなんか絶対開発者だろ、開発者だろお前、ああもうだってリアルすぎるもん写真が、巣が大好きなんだな、なんだこいつ、ああこっち側に来れた、あーこれはなんかあるな、こっち側は多分前回翼の時には調べてないところだから、うわうわこんなとこまで、こんなとこまで入れていいのかい、まあちょっとゆっくり探索します。アンクオブミドラ、ミドラのアンクが手に入ったぞ、タナトスを召喚できるようになった、これでウルドが、これは一気にウルド強化されたな、やば、戦力の強化著しいな、うわーついに1000枚に、矢探しもこうなってくるともうや歯止めが効かなくなる、多分ミスリルギン、いいね、おおおお、この人たちはもしや、あーあーああああ、やっぱりあの時の亡命民の人たちやね、よかったよかった、あーなんかちょっと嬉しいな、久しぶりに会えて、いつまでそんな格好してるんだ、でも亡命民っぽい格好をすることが大切なのかもしれない、私たちは亡命してきたんですよっていうアピールになるからね、うわ広い、綺麗だな、随分迷子になるな、これこれ扉、これ扉か、あ扉だ、あれ開かない、扉じゃないんだ、
え、扉じゃないの？あ、そう。おお、うわー、花がある席とかになんかあるんじゃないかな。もうこんなん調べ始めたら俺もう本当にこのゲームもう終わるぜ。本当これだけで何時間かかると思ってんだよこの探索に。ちょテーブルの上やめてくれ本当に。でさ、テーブルの上にいろいろあるんだよな。力のワインとかさ、うん、癒しの水ありがとうございます。どけ。なんで仮面がどこにでもあるんだろう。呪われすぎだろ。いや、こんなに探し回ってミスリルキン、ちょマジで広すぎるここ。なんなん。いや、もうテーブルの上とかはもう勘弁してくれ本当に。俺には無理だ、そんな根性はない。もういい、よし、もういいわ。もう何があっても別になんとも思わないわ。ここはもういいです。はあ、お店ないか。お店、うん、あ、これか。ストリッチ、おお、あ、鍛冶屋。じゃあ頼もうか。誰の頼もうかな。誰の頼もうかな。ペンペンのは、あー、でも無理だもんな。あれ、いらなくねこれ。ヘラ、あれ、ヘラなんでいるんだ。あ、パペッツのいいじゃん。パペッツのちょっと調べてくるか、何がいいのが出るのか。あれ、誰のもいらないな。違う、もう当たり前のようにアイテムを拾っちゃうからもういらないよ。誰のも作んなくていいよ。もうかけらを作ろうか。ああ、そうだ、かけら持ってこよう。かけら持ってきて、なんて言うんだろう、アクセサリー作りまくろう。ちょっと待って、店がないんだが、ん、店はどこだ。これか。ああ、これか。うわー、すごいね。おお、宝箱じゃん。奈落遺跡、もうアイテム売ろう。これどういう、まあいいか。これ店員、これこそ店員さん2人でいいんじゃないって思っちゃうけど、まあ俺は余計なことを考えなくていいや。ボルムの召喚楽しかったけどお別れだな。セイントアンク、長い時間、長い期間一緒に戦ってくれてさ、ありがとう。これはよくわからん。これ何、チェーンウィップ、ウィップ使うの、かっこいい。ウィップ系なんだ、いいね。新しい武器だ。ああ、これ、うーん、査定は1なんだね。2ぐらいあってもいい感じするけど。掘り出し物は何かある。わからん。フリーズ、ブレイズ、レジストは前回でしょ。あー、ないね。掘り出し物はないわ。何かあるんだろ、とっておきがあるんだろ。早く出せよ。少なくとも2つはある。マグナクラブ、ブレイズじゃなかったか、これ。ブレイズじゃない、スパークじゃなかった。あー、違うわ、スパークグラブだっけ。それはスパークグラブか。いや、いやいや、いらなかったかもな今の。ちょっと売ってみよう。ちょっとヘラ今の見して。必殺技発動、あー、そうか、あ、そうなんだ。あ、じゃあごめん、いらないわ。マグナクラブやっぱり返す。2000円損したけど、まあそれぐらいならいいだろう。さあ、いや、なんかあるだろう。マグナクラブだけってことはないでしょう。そのヒゲに誓えるか。あるでしょ、もう一個ぐらい出しなさいよ。
出しなさい。ほら、出しなさいって。何があるの？何があるか言ってみて。ハルバード系でなんかいいのあるんじゃないの？なんかいい。お、来た。ワイヤータックル。なんだそれ。何ワイヤーナックルって。あー、拳系なんだ。すまない。一応掘り出し物で見てみよう。差し替えこれすればよかった。まあ強いかもしれないけど、いらないな。もうない。もうないか。あと一個くらいあるんじゃない？ハルバードでなんか強くなるやつあるんじゃない？アーサーがなんか、よだれ、アーサーがよだれ出して欲しがるようなやつあるんじゃない？アーサーに困ってんだよな今。あー、なさそうかな。あと5回、あと3回だけ、あと4回だけ。あと3回。あと3回。あと2回。あと1回。ラスト。ダメだった。こんにちは。あー、ミスルギンはいらない。多分もう全部売ることになるわ、ミスルギン。ミスルギンマジでいらねえな。おー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 おお。プラチナサークルと。まあいらねえな。まあいりませんよ。なんか出してくださいよ。いいのがあるんでしょ。いいのがあるんでしょ。出してごらんって。出してごらん。いいから。ちょっと。もしもし。いや、あるだろう。いや、1個はあるでしょ。いや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 、お姉さん俺騙されないよ。1個はある、絶対。1個しかないならいい。1個はあるわ、絶対でも。いやいや、あるね。あるあるある。1個ある。マジ？え、1個もないってことあんだ、ここに来て。あ、ほら、お前マジいい加減にしろよな、ほんまあ俺が悪いんだけど。よし、じゃあこれはアーサーに渡せよ。装備はするな。アーサー呪われたらたまったもんじゃない。持てない。じゃあロビン持たせようか。またロビン持てない。じゃあガロシン持たせよう。なんなんだお前ら、みんな持てない持てないって。指輪の1個も持てないって あんのか、マジで。ありえんのか、そんなことが。あ、ごめんごめんごめん。もうないの？もうないか、さすがに。こんだけ渋って1個出したってことは、もうさすがにないか。あと3回だけ。おお、いや、あんのけ。風魔の鉢がね。なんだこれ。風魔の鉢がね。忍者だけ装備できるやつ。うわ。本気の下着があるからな。すいません。行こう。ちょっとアイテム預けて、かけらでアクセサリー作ろう。そうだね。かけらでアクセサリー作って、それからだ。よし。さて、ではアイテム厳選やりましょう。こちら、鍛冶屋さんで。今回は、当たら、いやー失敗した。ごめん、間違った。もう一回やります。うん、パペッツね。パペッツちょっと気になるな。使わないとな。そうするとやっぱり色物、アーサー、ロビン、ガロッシュはあれだけど、こいつはバーナード、さよならかな。このメンツで消せるのはバーナード以外いないな、マジで。すまない。バーナード、ロック。本来なら一戦級の選手たちだけど、ちょっと二軍で、二軍の長として頑張ってほしい、これから先も。うん。ちょっと心を鬼にしよう、ここは。それでは、新しいメンバーですね。パペッツの、新しい武器の、新しいメンバーの新しい武器の厳選に行きましょう。調べてきましたけども、3種類ですね。愛のムチ、ムッチムチ、クイーンウィップの3つのどれかができるそうです。
で多分一番いいのはクイーンウィップ。攻撃力も高い、魅了がついてる。クイーンウィップだったら文句なし。まあ正直愛の無知でもいいんじゃねえかな。何でもいいよ、何でもいい。でもなんかムッチムチだけがねちょっとあんまり惹かれないな。なんか名前がそう。うわ一番いいの引いた気になる。よしよろしく。素晴らしい逸材だな。でプラス、そんなパペッツにアクセサリーを作ってあげよう。アクセサリーの厳選までしてるともう本当に俺なんか眠くなっちゃうから、よろしく。あんた気に入った、すぐに取りに来るんだぜ。1500円で作るんだね。何ができるかな。パペッツに何がいい、パペッツには何がいいんだ旦那。マルスチェーン、ああ、なんだマルスチェーンって。じゃあペンコに一旦持たせてもらって。あ、いいよいいよ。マルスチェーン、知らないアイテムだな。攻撃開始運アップ、やばくね。いいね。じゃあチェーンウィップはペンコに。うん、だいぶ強化された。一気にこの何前衛で戦っていく、戦っていくって戦っていけるレベルになったんじゃない。これは当たりを引いたと言っていいんじゃないだろうか。いいじゃないだろうか。でも何を言ってるか分かんないけどさ、かなりの当たり引いたな。ちょっとマルスチェーン調べてみるか。今片手でマルスチェーンについて調べながらアイテムを打って、これも間違って変なもん売らないように気をつけよう。おお、マルスチェーンはアクセサリーの男編大当たりじゃないか。危ないの。へー、めっちゃ運がいいんだ。じゃあやった、やったね。よし、風魔の鉢金が必殺、あ、本気の下着って必殺率じゃないんだ。反撃率なんだって。じゃあね、俺さっきちょっといろいろやってる時にね、風魔の鉢金カットしてるかもしれないけど、風魔の鉢金手に入れてるから、じゃあ葉月には本気の下着履いててほしいな、やっぱり。ごめん、やっぱり葉月は本気の下着がいいわね。えそうは思いませんか皆さん。倒した仲間をモンスターにできる、違うわ、逆逆、倒したモンスターを仲間にできるってのは気になるよな。え、皇帝に会いに行く、どこに行けばいいな、こっち、ん、どこ行けばいいの。あ、いた、あそっか、どっから、あ、こっちから行くんだ。 OKOKOK、 はいはい、来ましたよ。こんにちは。やっと話が進むな、遅かったアルプ。そんな遅くないと思う。皇帝は行方をくらましたグラビーとアロガンス様を倒した翼軍と両方の同性を探ら、でどうなのよ。グラビーの作戦は分かった、それを利用すればいいのだルク。それによってアスピアの城壁は、ん、お待ちください皇帝。はい、グランタクは常に進言を、口を挟むなフィデリティ。言いたいことがあるんだろう、話してみて。お、聞く耳あるのか。恐れながらドミネート様、ループ様は、ループ軍は寄せ集めの者たちで軍を成しているのはご存知かと。はいはい。我がループ軍が帝国の者だけで構成して いますれば、いざ知らず。果ては、共和国兵まで参加してございます。うん、そう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 。ね、ゼロとか。何を言うつもりでございますか。話の次第でお主の首、飛ばしてみろ。ループが黙っちゃいないぜ。飛んでから言うけどな。
皇帝がループ軍に求める戦いがいずれにあるかを伺いたいのです。面白い面白い。アスピア占領を目的の進軍ならば兵を出さんと言うつもり。いやその通りよ、まさにその通り。戦うための正当な大義なくしてはルフが出さない。そういうことよ、そういうこと、そういうことよ。仰せの通りです。おお、グランタックいいね。もちろん右に同じとはこのこと。いや誤解も何もないけどな、正直。お、違うんだ。何だったんだ。アロガントの仇は誰だろう。わあ、そうきたか。翼になるか、翼に当たるのか。翼ではないと。なるほど。いや、ドミネート皇帝の何を狙ってるんだこれは。笑ってる。確かに私は2つの目的を持ってここに来た。敵討ちとアスピアの征服。今は父親としてグラビーだよ。本当か、本当かこれ。そうね、敵討ちは確かに断れない。グラビーを倒すと仰せなら、このグランタックに何の依存がある。そう、それはその通りだ。今回のそのなんて言うんだろうね、まあ一番の黒幕まではいかないかもしれないけど、やつが糸を引いてたのは間違いないからね。やしゃこれに。これにから出てくるまで意外に時間がかかった。グラビーの所在を教えてやれ。グラビー総督は皇帝の来訪を知っていち早く巧みに姿をくらしながら記事改正の参加のために準備中にございます。どこで、どこで。ストリッジ物資貯蔵庫の地下遺跡で今にも。あ、なるほど、あそこを通行止めにしてたのはそういうことだったのか。いいんじゃない。確かに。まあ言葉巧みな気がしないではないけど。 OK 行こう。それなら全然胸を張っていける。やつを伸ばしにすることはできないね。行こう、これは楽しそうだ。よし行こう。その前にセーブさせてくれ。こんな長ったらしい話をもう一度聞く気にはなれ。何が何でもセーブするぞ俺は。嫌がおうにもセーブする。イビルリングね。黒のリングって、ちょっと待って、黒のリングってあれかな、転職後じゃないと装備できないかな、やっぱり。あーなんかそんな気してきたな。いやわかる。いやもうペンコにさ、なんとかして武器を持たせてあげたいなって思うわけよ俺は、親心として。いやーちょ、黒のリング、あー呪われちまった。ごめんごめんごめん、間違った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 。いやいやいや、ごめんごめん、間違った間違った間違った。ちょ、ビビる、ビビらせるなって。あれ2つあるの、黒のリング。じゃ黒のリングもう1個。あーやっぱ転職後に装備か、意味ねえか。畜生、ちょっと教会に行ってこよう。お、開いてる。ここか、通っていいんだね。よーし、グラビー年貢の納め時だな。わー、何ですか何ですか。めもうちょっと調べるのめんどくせえな。本音がポロッと出てしまったよな。勘弁してくれもんね。もうミスリル関係はいいです。本当に。
本当にもういいですから、密輸関係は。もう大丈夫なんで、密輸関係はやめてもらっていいですか。すいません。こんなことを言って失礼だとは思うんですが、ミスリル関係はちょっと。ミスリルはもうゴリゴリなんです。父も母もミスリルで死んでしまいました。ミスリルに目がくらみ、ミスリルで廃人となってしまった。あー、ミスリルはもういいんです、本当に。ミスリルはやめてください。ダークマターも同じです。すいません、言いそびれました。ダークマターも同じです。やめてください。なんだ、いきなり戦闘っぽい声になりやがって、これこれは。ああ、使いどころねえんだよ、ダークマターとかよ。なんだこら、やんのかこら。お、ミノタウルスだ。あいつ仲間にしようぜ。地上の蓋の方はどうなんですかな、レス。地上の蓋って。わからん。だがすぐに配下のものが知らずに。地上の蓋ってなんだ。てか、デスエレンじゃねえか。まさかここの敵はデスエレンか。地上の蓋のからくりわかりましてございます。なんだ。戦車を地上に出せるんだ。蓋を開閉するハンドルを発見後、何人もで回転させているのですが、何分にも錆がひどい。デスエレンは意外に理解ある上司がおね。なるほど。ループ君が来てることはもう気づいてるんだ。ここで飲料を渡してくれます。気づかれてる。いや、気づかれてないのかもしれない。どういうすごい瞬発力だあいつは。ぐるループ君をやってきます。来る。ループ君は間違いなくやってくる。噂をすれば影現れたんだ。そのミノタウルスもらった。俺も配下にする。最大3体までっつってたな。あ、ループと、あ、ループと、ラン、ループを入れようとしてんだよ。我々の邪魔は二度とさせる。ブルーダム主催の面目にかけた話させる。あ、グラビーだ。わあ、あんなところに。アロガント王子やブラーフなど、貴重な人材を失ったのは元はといえばループと翼のおかげです。古代兵器なんだ、これ。ダンボールで作ったみたいになってるけど。なるほど、こいつ使って城壁を壊したのか。あの難攻不落の城壁がっつってたもんな。なるほど。まあ、グラビーの狙いは分かった。そしてドミネートの狙いもなんとか分かった。アロガントの敵討ちと名目打って、で、俺たちにその戦車を奪わせようっていう作戦だ。なるほどな。子供騙しよの。ここは大いに騙されてやろう。やばい、ドミネーターはどっかで倒さなきゃいけないんだろうな。全然進めないんだけど。いや、こんな渋滞になること分かりきってた。わ、ミノタウルス結構いるな、おい。コーツつけ方し。ああ、大丈夫か。どっちのミノタウルスでもいいな、正直。ここではモンスターそいつだけだな。ミノタウルス2体とかいいんじゃない。あと1体何にしよう。パーピーとか出てくるかな。ドラゴン系が出てきてくれたらいいな、どっかで。パペッツ。